石川直樹です。写真家です。辺境から都市まであらゆる場所をこう旅をしながら写真を撮っています。僕の原体験はまあ全て旅から始まるんですけど、未知の領域とかをこう求めていくと山だったり川だったり海だったり自然のフィールドになっていくんですよ。やっぱりその旅って水平方向にこうあちこち行ったりすることなんですけど、でも山登りはこう垂直方向に進んでいく。で、垂直の方向というか空の高みの方向に向かっていった時に未知の、風景がたくさん広がっているんだっていうのを二十歳の頃に初めて知ったんですよね。で、それ以来その登山を結構こう前のめりでやっていくようになったんですよね。8000メートルにはまたすごく特殊で、なんかこう全身を使い果たすような感覚が得られるんですよね。普通の山だとまだ余力を残すんですけど、8000メートルだとなんか空っぽになる感じがあって、それで8000メートルの山によく登ってます。今キャンプ3に着きました。昨日ローツフェイスっていうこの斜面で亡くなった人がいて、ヘリコプターが今その遺体を下ろしに来てます。今エベレストの頂上、2度目の頂上に着きました。このプラベルマキナっていうカメラ で、まあ、こうやって蛇腹でレンズがくっついてるんで、あのレンズ交換とかできないカメラで、まあ、中盤の67っていうフォーマットのカメラで、ブローニーっていうちょっと長いフィルムが入ってるんですけど、で例えばヒマラヤとかで中盤カメラを8000メートルの上まで持ち上げてる人って今までの写真史の中でほぼ誰もいなくて、まあ、それだけでその自分のが中盤カメラを持って上がるっていうことに対する意義がちゃんとあると思っているので、まあ、デジカメだったらねみんな持っていくし、まあ、このカメラをちょっと思いながらもすごいヒーヒー言いながら上まで持ち上げてきちんと撮ってくる、それをできるのはもう自分だけだぞと思いながらいつもこのカメラを持ってってるんですよね。でも山とかで本当捨てたくなる時ありますよ。帰り道とか本当クレバスの中に落として帰ってこようかなと思う時もあるんですけど、まあ、どうにか持ち帰ってくるんですけどね。はい、山でも人でも風景でも撮り方はそんなに変わってなくて、自分が寄りたければこう歩いて寄っていくし、引きたければ自分で引く、まあ自分ズームって言ってるんですけど、そういう撮り方しかできないカメラで、その自分がいい、まあ、いいと思ったり自分のその体が反応したり感覚が動いた時にただ撮る。だからこう何かのこう説明として意味として撮るっていうよりは、もうちょっとそのなんか名付けられる前のこうまだ体が反応して言葉に変換される前のものをどうにか撮りたいなといつも考えてるんですけど。